Google では何億人のもユーザーに対しプロダクトを提供しています。東京からインド、ニューヨークに渡り、若い方から高齢者まで様々なユーザーに使用していただいています。これだけ幅広い地域に及んで多様性のある社会に対しより良いプロダクトを作るためには多様性のあるチームが必要です。しかしながら情報科学分野での女性の割合は 18% しかありません。社内の女性エンジニアと話をしていると共通の課題が見えてきました。一つは中学校、高校など進路の選択の段階における情報科学に対する認知の少なさ。もう一つはそもそも女性が少ない、そのことによるロールモデルの不在です。ステップ夏季エンジニアリングトレーニングプログラムでは学部生を対象に情報科学の領域のマイノリティである学生を中心に Google のエンジニアがコンピューターサイエンスについて実践を踏まえて教えています。テクノロジー業界の多様性を高めることを目指し教育コースとインターンシップの2部構成になっています。ステップの前半の教育コースでは Google のエンジニアと一緒に話し合って必要となってくるプログラミングのスキルについて毎週3時間話し合ってそのスキルを練習できるようなプログラミングの宿題を出しています。大学でプログラミング言語を必修授業で学んできていたんですが、今回ステップの授業でそれが私たちの生活に寄り添うものにどのように使われているかっていうのが分かったので、よりソフトウェアエンジニアリングというものに興味を持ちました。ステップでとてもいいなって思ったのは、海外の方から同世代の女の子たちがいっぱい来てくれて、普段こうそういう子たちとプログラミングの話とかをする機会って本当に少ないので、とても恵まれているなというふうに感じます。ステップに来てよかったと思ったことは、学校の授業であまりやらないようなことを勉強できるのですごくためになります。どういうふうなコードが分かりやすいかとか、そういう考え方も勉強できるのですごく良かったです。2014年にプログラム開始以来100人以上の学生に参加いただき、一部の学生はソフトエンジニアとしてのキャリアをすでに歩み始めています。まあ、私にとってステップのインターンっていうのは本当に人生を変えてくれたインターンシップでして、初めてインターンシップに参加した時はエンジニアとして右も左もわからない感じだったんですけれども、周りにいる優しいエンジニアさんたちが丁寧に教えてくださいました。やれと言われてやってるわけではなくて、自分から技術磨きたいっていう思いでカンファレンスに参加させていただいたり、プログラミングコンテストに参加させていただいたりして、こう自分の技術を楽しく磨いていけたっていうのはとても大きかったなと思っています。後半のインターンシップで実際にプロジェクトいただいて、その会社の中のチームに配置されて、実際に会社のリソースを使って本当にもしかしたらうまくやったら使ってもらえるようなプロジェクトをやらせてもらえたのが本当に刺激的で楽しかった記憶があります。これからステップが人々のキャリアに変革をもたらし、マイノリティや女性のロールモデルが増えていくことを願っています。また Google だけではなく他の企業とともにテクノロジー業界の多様性に貢献できればと思っています。